会なまはげ手玉祭りにお越しくださいまして誠にありがとうございます。ご来場の皆様に新山神社についてご説明いたします。古くから伝わる記録によりますと、ここ新山神社は第12代慶光天皇の時代に北陸北方諸国の調査を命じられた竹之内の宿根が神山に登り、忌み木の御事という国土安泰の神と竹三日月の御事という武運昇級の神を祭り、自分の使命達成を祈願したことから始まったと伝えられており、古い歴史がある毎年1月3日に新山神社で行われている祭と油持ち祭と民族行事なまはげを組み合わせた冬の観光行事として昭和39年から開催されております。第1回から第3回までは北浦湯本にある子羊神社で行われ、その後舞台を新山神社に移し、内容もいくつかの変遷を経て現在に至っております。今年は第50回の節目の開催となります。第50回記念行事としてなまはげ50匹勢ぞろいが催されますので、ぜひご覧ください。16時40分から地の舞新生さんが広場入り口にて、なまはげ入魂は参道入り口にて行われます。19時10分からはなまはげ行事再現がございますが、神楽殿にて行われます。19時25分からはなまはげ踊りがございますが、立ち見観覧席前の瀬戸見前で行われます。19時35分からは神楽殿にてなまはげ太鼓の迫力ある演奏をご覧いただけます。そしてクライマックス、19時50分からはなまはげ下山行われます。なまはげ下山は小山から尾根を通りまして、神楽殿脇の参道を降りてまいります。そして第50回の記念行事といたしまして、なまはげ50匹勢ぞろいは瀬戸際脇の立ち火特設ステージにて行われます。そしてなまはげ献兵の行事はだいたい20時20分頃を予定しております。皆様にご案内いたします。なまはげ手玉祭り18時40分から湯の舞金釜祭が広場入り口にて行われます。18時55分頃からはなまはげ入魂が参道入り口にて行われます。19時10分からは神楽殿にてなまはげ行事再現が行われます。19時25分からは立ち見観覧席瀬戸美前にてなまはげ踊りがございます。19時35分から神楽殿にてなまはげ太鼓の迫力ある演奏がございます。そしてお祭りのクライマックス、なまはげ下山はだいたい19時50分から予定しております。小山から降りて尾根を通り、神楽殿脇になまはげ15匹が降りてまいります。そして今年は第50回記念行事といたしまして、なまはげ50匹勢ぞろいがございます。なまはげ50匹勢ぞろいは特設ステージに各地区のなまはげが勢ぞろいいたします。